どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは。石井てるみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、前回、石井さんの就活生時代のお話をお伺いしたので、今回は、就職した後、マッキンゼーに入社した後のお話をお伺いできたらなっていうふうに思っております。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、マッキンゼーで、働き始めてから、1年目は非常に、なんていうんですか、タイトなスケジュールで働いていたっていうふうにお聞きしたんですけども、具体的に、どのような働き方をされてたんですかね。なんか、2時に帰れたら早い。いやー、すごいな。ちなみに何時出社ですか？あ、でも9時。あ、9時出社。はい。なので、別に、そんなにその寝れないわけではない。あ、はい。まあ確かに。あ、まあ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 、はい。まあ5、6時間、4、5時間は寝る。はい。でもそれは決して2時までいろって言われてるわけじゃなくて、私が自分で残ってたっていうような日々が続いたんですけども、はい。でも最初のプロジェクトは、航空会社の戦略を考えるっていう、はい、なんかまあコンサル業界の中ではものすごい、なんかやっぱ正直あるんですよ、その人気プロジェクトとか。はい。航空はでも人気じゃないですか。だから人気なんですよね。そうで、航空だし戦略だしみたいな、はい、で戦略って景気のいい時に割とやるプロジェクトなんですけど、そうなんですね、はい、でリーマンショックがその年の秋に起きるから、そのどんどん減っていくものだったんですけど、はい、まあ、その時にはもうなんか結構楽しいプロジェクトみたいな感じで、で、まあ、勤務時間は長いっちゃ長かったけれども、自分も何やってるか、はい、何がこのプロジェクトで行われてるかって全然ついていけてたし、はい、まあ、結構貢献できた瞬間もあったりして、はい、勤務時間は長いけどもすごく楽しかったです。ご飯を食べながらミーティングしたりっていうお話もお伺いしたんですけど、よく調べてくれてるね。そうなんです。そのすごいですよね。なかなか今まで考えられないというか、ランチオンミーティングっていうのかな、はい、まあ、お弁当を食べながらミーティングとか、まあ、タクシーの移動中でね、電話でミーティングだとか、はい、なんだろうな、まあとにかく入ってびっくりした。まあ普通の会社もどこもそうなのかもしれないですけど、はい、もうみんなすごい勢いで働いてるんですよ。なんかちょっとお茶して食べるみたいな時間も本当になくって。あ、そうなんですね。すごい世界だな。ちょっとね、まあ、テキパキ行動がすごい早い人とかは向いてるんでしょうけど、はい、私根っからすごい怠け者なんですよ。あ、そうなんですね。で結構ダラッとしたい人なんで、はい、なんか結構ハードでしたね。真逆の世界に飛び込んで、だからもう、ね、数年間も過ごしたっていう。そう、ずっとよくそのマッキンゼー入ったら、はい、まあ、3倍のスピードで成長できるなっていうことも言われてたんですけど、はいはいはい、やっぱり確かにものすごい濃いし、で労働時間っていうと変だな、勤務時間もまあ長いから、はい、まあ、その掛け算確かに3倍にはこれならなるなっていうのは体感としてありましたね。確かに普通になってるよみたいなのも言われるんですよ、ね。あ、そうなの。なんかエクセルをね、家で計算したら、はい、まあ、当時のマネージャーさんに、はい、石井さんスピードが普通の人になってるよって言われたことがあって。いや、すごい発言ですよね、それ。いや、普通の人だしと思って、うん、普通の人はダメっていうか。いや、すごい世界だな。じゃあその単純な疑問なんですけども、うん、そこからもう何百回も聞かれている質問でも恐縮なんですけども、そのマッキンゼーでの生活から、お笑い芸人に転職された、経緯みたいなのをお伺いしてもよろしいですか。はい、まあ一言で言うと、もう自分がついていけなくなった。はい。まあ、私入社したの2008年の4月なんですけれども、リーマンショックが起きまして、で、まあ一時的なんですけども、やっぱりプロジェクトの数が減ったんですよね、その会社内から。はい、そうすると人余りの状況にちょっとなると。うん、当時の私は、本当にそれまで人生で、なんだろうな、頑張るようになってからは挫折をしてこなくなっていた自分がいて、なんか、東大入れないと思ってたけど頑張ったら入れた、大学院も行けた、はい、なんかマッキンゼーも入れた、このまま頑張ってたらそのままね、ただし頑張んなきゃダメだけど、でも頑張りさえしてれば、はい、なんかトントントンって行ける、うんうん、って行きたいって思ってたんですけども、はい、まあ、そういかなくなった。頑張った分だけ報われなくなってきた。報われなくなってきた。頑張り方もよく分かんなくなってきた。で、空回るようになっちゃって、はい、本当にメンタルやられちゃって、はい、もうまあ、なんかこの辺が痛くって、はい、当時は分かんなかったんですけど、はい、まあ、多分体にも来てて、はい、メンタル的にもかなりやばくなっちゃって、こんなにしんどいなら車引いてくれないかなと思って思いながら出社してたんですけど、はい、引いてくれないんですよ、はい、っていうとすごい不謹慎ですけど、よかった引かれなくて。でもなんかもうそれぐらい追い詰められちゃって、はい、だけどなんかその
容量も良くない、まあ、頭も良くないくせに真面目に出社することだけはするみたいな、うん、っていう日々が続いてて、はい、今思うと結局自分軸じゃなくて他人軸で生きるようになっていて、なんか一度の自分の人生なんだから好きに生きればいいやと思って、なんか その自分がようやくダサく見えたという、はい、なんか自分に嘘をつき続けてこう他人軸にいい学校いい会社マッキンゼって来たけど、はい、まあ、一方でその私人生でいつまで自分に嘘つき続けるんだろうなっていう違和感はいつからかは生まれてきてたのはあった。もやもやはどこかにあった。その時にプツンと消えて、そう他人軸から自分軸に切り替わったっていう、あ、今日にまとめてくれてありがとうございます。でもそういう瞬間が本当に訪れて、はい、まあ、人生がもう一個あったら私はエンターテイナーになりたいって思ってた、はい、だけどももう知り合い親戚家族に芸能人なんか一人もいないし、なんかそういうことは人生がもう一個あったらやることだぐらいに思ってたし、なんならそういうことをやる人いたいぐらいに思う側の人だったんだけど、そうなんですね、完全にそうだった、はい、もう大学時代バンドサークルにいたんですけど、はい、そこから本当にミュージシャンを目指そうっていう人とかを結構なんか白い目で見るぐらいの、逆に その自分がいたいと今思うけど夢なんて見るもんじゃないって思ってたタイプだったけども、はい、なんかもう一度死んでなんか命拾いしたと思えば別にこれからもうどんな恥ずかしいことがあろうと笑われようと、もう多分すごい結構プライドも高いからみんなもう絶対なんかいろいろね、なんか好奇の目で見られ、ね、なんかバカにされってすごいされるだろうなと思ったけど、死ぬことに比べたら生きててよかったぐらいに思って、そうでしょ、もうかすり傷ぐらい、まあ、別に笑いたいなら笑えばどうぞぐらいに思って、はい、でそれまでなんか頑張って勉強もしてきたしいい会社も入ったけど、私が人生で本当に失いたくないものってなんだろうって思ったら、それは綺麗な履歴書なんかじゃなくて家族と友達だなと思って、で本当に大事な友達そして家族は何があっても別に失うことはないって気づいたら、はい、じゃあ別に芸人挑戦しない理由なくないっていうところにそうやってたどり着いて、で養成所というか渡辺エンターテイメントの養成所というところに行って、今の活動があるっていうことなんですね。なんかなかなかないキャリアだと思うんですけども、なんか一番 その石井さんの軸として大切にされていることとしては自分の気持ちに正直になって自分軸で生きるっていうことがやっぱり大切だなっていうふうにお話から感じたんですけども、うん、それって今の就活生とか、まあ、社会人の方ももちろんそうなんですけども、そうやって自分軸で生きることってめちゃくちゃ大切だなっていうふうに今学びました、僕自身も、うんうんうん、石井さんが、はい、前回の動画で言っていただいた就活生に向けてのアドバイスのもう一つ、別バージョンで今回の動画もいただきたいなっていうふうに思ってまして、就活生に、まあ、一つは自分軸で生きるっていうことなんですけども、もう一つ、就活生にアドバイスするとしたら何かあれば教えていただきたいなっていうふうに、もう一個あるとしたら、はい、何があっても死ぬわけじゃないですし、はい、あと学生の頃、まあ、自分もそうだったんですけど、こうじゃなきゃいけないみたいなとかなんか一個決めたらそれずっと勤めなきゃいけないとか、ね、はい、辞めるとかっこ悪いとかいろいろ自分のプライドとか、まあでもそれがあったからこそ頑張ってこれてた自分もいたし、やっぱねそれもあるから勉強とかもいろいろ頑張ってこれたっていうのはある一方で、はい、まあなんか A が違ってもなんか失敗したとか考えずに、なんかこれマッキンゼーでそれこそ叩き込まれた考えなんだけれども、はい、仮説思考、うん、だから人生は全部仮説だと、はい、だからなんか A やって失敗したって思わずに、あ、仮説がずれてたな、検証ができたってことね、検証できたな、あ、じゃあ仮説修正しよう、ちょっとずらそうぐらいに思って生きていってほしいと思うんですよ。あの、いや本当そうですよね。そうなの、その失敗じゃないけどそこから学んでまた新しい挑戦をすればいいっていう、うん、そう、あのね、私の言葉じゃないんだけれども、はい、マッキンゼーの同期のそれこそハーバードビジネススクール帰りの同期の女の子が、はい、Quit as much as possible っていう言葉を先生が言ってたんです、はい、どういう意味でしょうか。できるだけたくさんやめなさいっていう、なるほど、じゃあ裏返したらできるだけたくさん挑戦しろって、いい、そういうこと、あ、なるほど、そういうことだと思うんだ、はい、だから
やっぱり選択って最初から正解なんかなくって、うん、選択した後にあのその決断を正解にする意思、うん、覚悟まで含めて選択するってことだから、はい、そうですね、うん、できるだけやめるというか、そうできるだけ挑戦して、できるだけ挑戦してできるだけやめれば正解にも近づくし、はい、そして、まあ、継続することで自分の中でどんどん正解にしていくっていう、いやめちゃくちゃ参考になるな、てか僕自身もそうやって生きようっていうふうに改めて思いました。いやいや、とんでもないです。もう私なんぞが本当に、はい、石井さんの何ていうんですかね、もっと知りたい方は石井さんの SNS も下の概要欄に貼ってあるのでよかったら見てみてください。ということでまたぜひ、出演していただけたら嬉しいです。ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな、じゃあな。